はいどうも皆様こんにちは、グリードです。今回ですね、2020年コールオブデューティースポーツシーンについての、情報が少し出たので、ちょっと動画で紹介したいと思います。このサイトは、一番世界でポピュラーなコールオブデューティーニュースサイトのチャーリー・インテルさんからの記事になります。2020年コールオブデューティー e スポーツシーンの詳細に、新しい詳細についてって書かれてるんですけど、まあ、5対5とかコンソールとか、まあ、書かれてるんですが、今回はね、主に、プロシーンについての情報がメインでしたね。来年フランチャイズ化される、本当トップ勢のプロリーグについての細かい情報が多かったです。で、そのアマチュアの大会とかは、僕たちが出てたオープンブラケットの大会とかの詳細についてはあんまり出てないというか、まだ詳細が全然書かれてないですね。ざっくりね、重要そうな部分だけをちょっと読み上げていこうかなと思うんですけど、2020年コールオブデューティモダンウォーフェアのその e スポーツシーンは、5対5です。で、おそらく言及されてないけど、PS4 で、まあ、プレイされるという感じみたいですね。そしてここがまあ一番ビッグなところですよね。来年からのコールビューティーのそのリーグの方は、プロリーグの方は、都市部ベースのフランチャイズリーグになりますと。これはその都市部ごとのそのフランチャイズのリーグの枠を買って、やっとそのプロリーグの方に出れるようになるっていうやつなんですけど、まあ、オーバーウォッチリーグみたいになりますね。で、この一枠のそのチームの、ね、値段が約日本円で28億円。です。で、とんでもない額ですよね。まあ、オーバーウォッチもまあ、その22億とかだったかな、一枠。まあ、本当に、まあ、めちゃくちゃ高い。正直もうこれに関しては、まあ、日本に関してはもう雲の上の話ですよね。もう実力的にもまだまだ日本は全然足りない上に、正直、そんな額の枠を変えるチームっていうのは日本にまあ、かなり全然、今後、5、6年先でも出てくるかどうかわからないぐらいの、もう正直雲の上の話なんで、まあとにかくまあ、そのプロリーグの方はフランチャイズリーグにこういう風になりますよということで、で、まあそのオーバーウォッチの話なんですけど、これオーバーウォッチリーグのね、公式サイトがあるんですね、日本語版が。これすごいですよね。で、なんかどのチームを応援するみたいにこう書かれてて、で、チームを見る とかクリックするとこういう風に、まあこんな感じで、チームがね、全チームが出てます。で、ここ例えば、アトランタとか、ボストンとか、この年の代表のチームっていう感じですね。ダラスとか、あとソウル、韓国だとソウル、中国だと上海とかね、アジアも、中国1チーム、ソウル、ね、韓国1チームってありますね。で、オーバーウォッチも確かに1枠22億ぐらい。って聞いたような気がする。まあそれぐらいの値段、だいたいそれぐらいの値段だったと思います。で、確かにコールオブデューティはね、そうオーバーウォッチより高いってかなりこう話題になってて、まあコールオブデューティのそのリーグの視聴率的にすごい強気な値段に出たなと、まあ、僕は思ってます。で、こっからがそのフランチャイズリーグに参戦するチームへのまあ詳細情報なんですけど、まあもうですね、なんだっけ、そう、先月にはもう CW プロプレイヤーにはもう伝えられてるみたいですね。で、まあ、ちょっとね、ザーってあるんですけど、まあ、重要そうなのだけね、ちょっとピックアップしようかなと思います。プロプレイヤー向けの、コールオブデューティースポーツのそのシーズンは2020年から始まるっぽいですね。12月とかにはプロの大会がないってことなのかな。で、プロマッチはまあ5対5で行われますと。で、コンソールでまあプレイされますと。で、チームのその最小人数が7人で最大が10人。まあこれは、まあ最低でも2人はそのベンチプレイヤーが必要ってことですよね、これは。やっぱフランチャイズリーグってだと本当にすごい、なんで今まで以上にガチガチなこうルールとか、本当きっちりしたルールがいっぱい出てくるんでしょうね、そのプロプレイヤーたちに向けては。そして全てのリーグのプロプレイヤーは最低でも5万ドルのまあ給与が1年で与えられます。まあ、他に医療給付とか退職給付などもありますと。で、そしてチームの方は賞金の 50% は最低でも、プレイヤーの方に直接こう分配する必要がありますと。まあざっとそうですね、注目したいのはこの辺かなと思います。まああとはなんかいろいろ契約についての話とかが書かれてるんですけど、まあ特に気にならないんじゃないかなと思います。まあでもやっぱ5対5は、安心でしたね。で、プロプレイヤーの今
今どこだっけ、エンビーかな、エイクスっていう人がいるんですけど、ツイッターで、今作って、まあ、今作じゃない、モダンウォーフェアは、パブリックマッチが6対6だったんですよね。で、6対6だから4対4に戻るんじゃないかっていう話がされてたんですよ。まあ、なんでかっていうと、そもそも BO4 は、e スポーツのシーンを5対5にしたのが、パブリック、その、カジュアルモードも5対5にしたんで、その、カジュアルモードと e スポーツモードのこの人数差がないようにしたのが目的で、まあその5対5にしたんですよね。まあそうすることによって、やっぱり e スポーツシーンを見る人が増えたりだとか、やる人も増えたりだとかっていう、まあそういうプラスの面があったんで、まあ5対5になったんですけど、まあ来年、パブリックは6対6なのだから、まあ、また4対4に戻ったりとか、なんかそんなのするんじゃないかなみたいな言われてたんだけど、まあ5対5みたいですね。まあ、そして、まあ、プロプレイヤーには、まあ、まあ、リーグに所属してる間は、まあ、こういう最低給与とかが、まあ、確定されてるらしいけど、まあ、アメリカの、まあ、ものすごい競争の中、まあ、ずっとそのチームに入れられるわけでもないですからね、厳しい世界になりますよね。別に、まあ、リーグに入って、まあ、1年給与もらえるって確定したけど、すぐキックされちゃって、すぐ契約がなくなるなんてこともあるだろうし、そして、まあ今話したこの内容は、まあそのフランチャイズの28億の枠を買ったチームの、さらに上のこのまあ、詳細の話なんで、まあ、日本チームとかは全然ちょっと、そしたらまあ、本当は雲の上の話になりますね。まあで、ここで最後のところに、まあパストルプロって、まあ、オンラインオープンブラケットの話がちょっと書かれてるんですけど、オープンブラケットはまあ僕たちがね、最近日本チームとかが CWL で出てた、アマチュアの方の大会ですね。まあ、今までの CWL では、そのオープンブラケットの上位が、その、さらに上がれて、そのプロのシーンに上がれるっていう道があったんですけど、まあ、来年のフランチャイズは、おそらく、まあ、そういうのはなくなるのかな。普通の、今までのようにはないと思います。まあね、ここには、とりあえずそのオープンブラケットはね、アマチュアのその大会とかは一応あるっていう風に書かれてるんですけど、まだ詳細が、書かれてなくて、まあもうちょっと、まあ、数ヶ月後に、まあ、情報が出るみたいですね。アマチュアのその情報に関しては、ちょっと待つしかないと。まあ、ここになんかパス2プロって、書かれてるんですけど、どうなんだろうね。多分普通にまあ、そのアマチュアの大会とかオープンブラケットで活躍した強い選手とかは、そのフランチャイズリーグのチームの方になんか、勧誘されたりとかするかもしれないですけど、だから、そのプロたち、そのアマチュアの、あ、違う、フランチャイズリーグにいるプロチームにこう、実力を証明するための大会がまあ、このオープンブラケットとかだけど、まあ、それがちゃんとあるよっていう、みたいですね。まあ、詳細はまだ出てないけどっていう。まあ、日本チームにとってはここが重要なんですよね。そのオープンブラケットの大会があるかっていう。まあ、これがあれば、まあ、今までみたいにこう、世界で挑戦する場所はね、あるでしょうってことなんで、まあ、まだ詳細は出てないけど、ひとまず安心なのかなって思います。で、そしてね、日本の大会の話、その CWL の今年は日本代表決定戦みたいなのがありましたけど、まだね、日本に関してはまだ何も発表がないので、本当あるかまだわからない状態ですね。そして最後に、まあ、現在のフランチャイズのリーグの、まあ、埋まってるチーム数が9チームってことで、9チーム。で、そのアクティビジョン側としては、まあ、12チームは最初欲しいみたいな感じなんで、いや、本当どうなるのかな？フランチャイズリーグの方はどうなるのかなっていう。まあ、やっぱり、こう、賛否両論って感じですよね、意見としては。コールオブデューティーリーグ強気に出ましたよね。28億ってほんとやばいよね。で、オーバーウォッチが今何チームいるんだろうね。1、2、3。で、オーバーウォッチが今20チームか。20チームいますね。で、COD は今9チーム埋まってて、まあ、20、12チームは欲しいよ。で、100シーブス、いたじゃないですか、そのコールビティの、チームにも、かなり強、今年かなり強くて話題だったチームなんですけど、結局なんかプリスタとかがフェーズに戻ったりしたんですよね。あと、100Tのコーチの人もフェーズに戻ったりとかして、100T 今、
だからメンバーも欠けてる状態で、まだ変えてないらしいんですよね。そのフランチャイズリーグのこの枠をまだ変えてないらしいんで、 100T どうするのかっていうこともあったりだとか、もうね、どうなるんだろうね、わからないですねこれは。はい、というわけで、今回だいぶマニアックなちょっと動画、ニュース動画になったんですけど、まあコールオブデューティーの来年のコールオブデューシーンについて、コールオブデューティーの e スポーツシーンについての動画でした。まあまた質問等あれば、コメントにお願いします。で、またね、なんか追加情報があれば動画にしたいなと思うので、よろしくお願いします。というわけでお疲れ様です。Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun, out in the sun.